福岡市の西区役所前の交差点では午前7時半からおよそ1時間にわたって警察による自転車の手動取り締まりが実施されました。その結果、車道の右側を通行する通行区分違反が10件、信号無視が8件、イヤホンをつけての運転が4件、携帯電話を見ながらの運転が2件確認され、違反者にそれぞれ指導警告票が渡されました。一時停止を守っていただかない場合に事故が発生したり、交差点における事故の防止のために基本的な交通ルールを守っていただきたいと思っています。福岡県内では今年1月から4月までの間、自転車事故が988件起きていて、交通事故全体のおよそ 15% を占めています。今日は市の職員などが自転車の交通ルールに関するチラシを配り、ヘルメットの着用を呼びかけました。